皆さんおはようございます。食べて痩せる人です。今日はボディメイクの大会を目指しているんですけれども、当日大会で綺麗な体を見せるためにカーボアップという作業を今日はやってみたいと思います。昨日のお昼から水抜きという作業をしてて、体重はね今ストンと落ちていく感じなんですけど、次はね炭水化物を体に入れていくという作業をしたいと思います。当日筋肉が張ったような感じでかっこよくなればと思っているので、大会ちょうど10日前ぐらいで唯一できる時が今日なので、今日それを撮影していきたいと思います。それでは朝食から行ってみましょう。おしりたんてみよっていいよ。司会者に到着しました。仕事をしたいと思います。休憩の時間を利用してサロンとジムにやってきました。休憩時間ちょっと長くもらう感じで過ごしています。体はこんな感じです。こんな感じですね。皮も少しまあ掴みづらい感じになって、あと10日あるんで、もうちょっと絞って、この腹筋がなんかもうちょっとシャキッとパリッと見えたらね、いいんじゃないでしょうか。じゃあちょっと今からねパンプアップというのをねやっていきたいと思います。パンプできたんかな。いろいろやったけれど。終わりましたんで、お水をねいただきたいと思います。